第23回東日本女子駅伝、ランナーたちが一斉に飛び出しました。さあまずは1区の争いですが、東京の大崎、最初の1キロを3分6秒から7秒、そして次の1キロを3分9秒とかなりこれは飛ばしてますね。飛ばしてますね、はい、現在単独2位が千葉です。千葉は中川幸乃が走りますが、先頭の東京との差は中継所よりもやや開いてきております。そしてその後ろにいるのが神奈川です。17歳高校生の川口彩が現在第3位ですが、その後ろに茨城が上がってきております。さあ厳しい表情、手を大きく上げました。黒山、山本を呼び込むように、今中学生山本からベテラン広山に襷が渡りました。東京トップで最終中継所を駆け抜けていきました。ベテラン39歳の黒山が東京を優勝に導くんでしょうか。米津美奈が今この最終中継所に差し掛かろうとしています。襷を待つタイラー金、25歳パナソニック。内藤監督、東京との差が20秒以内であれば十分狙っていけると話していました。さあその差ですが37秒差。さあ最後の走り、広山の走りが本当に苦しくなってきた。さあ前を行く広山、残りは 800m を切っています。東京は完全優勝なるか。そして前を追う、さあ目の色がかなり変わってきた。トラックの女王が迎える大ピンチのクライマックスは1周と1/4。ナンバーカード13番、そしてその後ろからナンバーカード14番、3年ぶりの逆転優勝に向けて神奈川か、それとも7年ぶり東京なのか。2区3区ともに区間賞でつないできたたすき、その後も高校生、社会人、そして中学生、懸命の思いでこの広山にたすきをつないでまいりました。さあそしてようやくその栄光の瞬間を迎える。今東京優勝、